神奈川県横浜市 S 様邸雑草対策ウッドデッキウッドフェンス工事。砂利や敷石はすべて取り除いて土の状態に戻し、その上に防草シートを敷き詰めていきます。これで土の部分に日光が当たらなくなるので雑草は生えてきません。花壇は壊さず、生かす植木の根元部分を残して防草シートを敷いていきます。縁取りに使用していたレンガも捨てるとなると別途費用がかかります。お客様になるべく負担をかけないよう節約のため、壊さず上からかぶせる形にしたのです。防草シートを敷いたらウッドデッキの基礎を作って工事をしていきます。敷地の端が尖っている部分はウッドデッキの形も合わせていきます。飛び石のように並べていた敷石や砂利は裏口の自転車置き場に並べて再利用しました。素敵なウッドテラスが完成しました。まるでカフェテラスのようにおしゃれですね。裏口にも手すり付きのスロープがつき、車椅子がスムーズにリビング前まで入れます。木のスロープは地面につけると腐りやすくなるので少し浮かしておき、地面に触れる場所には錆びないアルミ製の板を取り付けています。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤルは 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。